体脂肪率とは動物の体内に含まれる脂肪の重量の割合のこと。本校においては人の場合を扱う。肥満は体脂肪が必要以上に増えた状態を指すが体脂肪率の測定には困難が伴いそのため BMI など簡易的な診断法が広く一般に使われていた。ところが近年体脂肪系が一般にも普及し始め体脂肪率によって 肥満の判定を行う場合も増えるようになってきている。体脂肪率は低ければ低いほど良いというものではなく、低すぎると体温の低下や筋力の低下を招くことがある。女性の場合はホルモンバランスの異常から生理不順や創発性閉経を招くこともある。プロのスポーツ選手の場合10%以下も珍しくない。適正な体脂肪率は以下のように言われている。 世界共通の明確な基準は未だ決められていない。上記の基準は1993年度に東京時計会医科大学健康医学科で判定基準として使用されている値。昔のタニタのマニュアルなどに記載されている。妊娠中、人工透析中、むくみ症状がある方は除く。オムロンの基準では健康的とされる体脂肪率の目安は男性は10から19%。 15歳以上の女性は20から29%であり、体脂肪率がそれ以上になると、肥満とされる。体脂肪率の測定方法はいくつかあり、以下のものが主なものである。アルキメデスの権利を応用したもので、水中に全身を沈めて水中にある体重計で、体重を測り、大気中での体重との差から、身体密度を計算して測定するもの、比較的正確な測定方法で、 他の測定方法の基準とされる方法だが、以下のような問題点がある。なお、一般的に、脂肪組織の密度は 0.9007gm で、脂肪以外の組織の密度は 1.1000gm とされている。密閉された装置内に入り、空気の圧力変化を測定して、身体密度を計測する方法を、水中体重表量法とほぼ同じ原理に基づき、 比較的正確な測定方法で、かつ測定が簡便で苦痛を伴わない方法である。大相撲の力士がこれによって測定していることが知られている。ベイライフメジャーメント、インク社の BOD ポッドという装置が有名。2種類の異なる波長の X 線を全身に照射し、その透過率の差から身体組成を計測する方法。本来骨密度を測定する方法だが、 体脂肪量や筋肉量の測定精度も高く、近年は水中体重表量法に代わって測定方法のゴールドスタンダードとも言われている。なお、ドキサ、またはデクサはデュアルエネルギー X、レイアブゾアプテアマトリの略、皮下脂肪圧計を用いて、皮下脂肪の厚さを測定し、その後計算式に測定値を代入して計測する方法、簡便な方法であるが、 皮下脂肪の分布には個人差があり、そこで誤差が生じること、計測にある程度技能が必要なこと、内臓脂肪の測定ができないこと、といった欠点がある。生体インピーダンス法による体脂肪計。立って両腕を伸ばし、両手で持って測定する。体に微弱な電流を流し、生体の電気インピーダンスを測定し、そこから体脂肪率を推定する方法。 現在最も簡便で最も普及している方法であり、市販されている体脂肪系のほとんどはこの方法である。しかし、以下のような問題点から正確な値を算出するのは難しい。その他の方法としては、以下のようなものがある。CT 法、MRI 法 CT や MRI を利用して体の断面画像を撮影し、そこから体脂肪率を計算する方法。精度は、 かなり高いガス装置が大掛かりになるためあまり利用されない腹部 CT 検査によりへその位置で内臓脂肪の面積が100 c 平方メートル以上ある場合を内臓脂肪型肥満としている体内カリウム測定法体内のカリウムが脂肪組織には含まれないことに着目した方法でヒューマンカウンターと呼ばれる大掛かりな装置で体内のカリウムを測定しそこから 体脂肪率を計算する方法。超音波法、超音波検査と同じ装置を利用するもので、超音波によって体の断面画像を撮影して測定する方法。比較的精度が高い。近赤外分光法上腕に通す時の中央部に近赤外線を照射し、その光吸収スペクトルをもとに体脂肪率を求める方法。 六復火用希釈航空基地管法とほぼ同じ原理に基づくもので装置内に六復火用ガスを一定量入れる方法である。ありがとうございます。